作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1999年にダイナがネオジオポケットカラー対応ソフトとして発売したソリイケ花札道場です。で、まあこうですね、一応ネオポケのあの紙パッケージタイプのね、パッケージになってます。で、裏面ね。で、まあ、表面から見ていくとネオポケのね、マークがあってネオポケのロゴがあって、ここにはね、ネオジオポケット専用ソフトカセット、本ソフトはネオジオポケットカラーおよびネオジオポケットで遊べますって表記があるんです。ここ結構赤いタイトルが多いんだけど、これオレンジですね。で、ソリイケ花札道場って、まあ、ロゴがあって、で、まあ、花札のねカードっていうのかな、まあ札が6枚ほどあって、で、あとこう何なんだろう、こう着物の生地なのかな、なんか後ろの方にね、地のねデザインがあります。で、裏面、まあ裏面もね、表と裏はこのデザインが続いてる感じなのかな。で、まあこの花札のデザインがまんまここにも来てますね。で、説明文があって、あ、違う、キャッチがあって説明文があって、画面写真が3点ある作り。で、ここにはね、通信ケーブル対応で、モノクロ対応で4メガメモリー使用ってあるんで、まあ、モノクロ対応っていうのはね、まあカラー対応じゃなくてモノクロ対応っていうのはね、カラーがメインになってるタイトルってことですよね。で、日本伝統的な遊び、花札。中でも最も魅力あるゲーム、コイコイが登場。普通ここね、あの表題なんで、こことここあんまつなげない気がするんだけど、中でもって書いてあるんですね。で、最も魅力あるゲームだけでいいと思う。で、コイコイが登場。トーナメントに挑戦するのもよし、友達と対戦するのもよし、段位習得に自分の実力を試すのもよし、どれを選んでも花札の醍醐味を満喫していただけますというねことで、まあ、花札のソフトですからね、満喫しないといけないんですけど、で、ここにね、ある文章なんですけど、トーナメントモード、対戦モード、認定モードは、続きからプレイが楽しめるバックアップ機能付き、3つのデータをセーブロードできますってね、結構機能的な話をね、ここに書いてあってね、なんか、これはバックアップ機能付きってあって、モード説明があればいいようなことを、セーブができるってことをメインに書いちゃってるのが、なんか、そこアピールでいいのかなって、ちょっと微妙な気がします。で、画面写真3点あるんですけど、ここがね、一応モード選択画面なのかな？ロード画面。ロード画面ですね。だからこれがセーブロードできるから、ロード画面が1個ね、画面来てんだけど。で、キャラクター選択の画面があって、で、花札の画面。なんか花札のところとね、花札の結果画面なんかがあった方が面白さが伝わったような気がするんですけど、どうでしょうか。以上、作官でした。